打撃を行うバリーボンズや球における打撃、またはバッティングとは打者が相手投手の投球をバットで打つことおよびその方法である。打者はバッタースボックスの中で打撃姿勢をとり投手が投げるボールに対してバットを振りバットとボールを衝突させることによってボールを打ち返す。アウトになるか走者となった時に打撃を完了したことになる。 ポールウェーナーは両手の指の関節を揃えるグリップの握りを進めている。打撃にはバットが使用され、試合では打席内での安全性を確保するためにヘルメットの着用が義務付けられている。グリップを安定させるためにバッティンググローブやリストバンドを着用したり、自打球や死球による怪我を避けるため、肘当てやレガースを着用する選手もいる。顔面に自打球を当てた。 秋山浩二や八木沢総六から顔面支給を受けたチャーリー・マニエルらがフェースガードを着用した例もある。打者には三つのタイプがある。自分の打席側に引っ張る打者、センター中心に打つ打者、自分の打席側とは反対の方向に流し打ちをする打者である。このうち引っ張るタイプの打者は概ね強い力に恵まれるフリースインガーである。 まっすぐに打つタイプの打者は、バットのコントロールが良いために、あらゆる方向に打つことができ、空振りさせることが難しい。反対側に流す打者は球を待つ間が、前二者よりやや長く、ジャストミートすることに専念して、大きなスイングをしないために三振は、少ない傾向にある。ボールを、ライト方向へ、引っ張る一郎メディアを再生する。 赤松正人の打撃打撃における技術と戦術には次のようなものがある。項目名にリンクがあるものは当該記事も参照。オープンスタンスに構えるとニーバティスタスタンスとは打撃の構えにおける体の方向のことである。アッパースイングバットを振ることをスイングという。スイング技術に関する用語スイングの局面ごとの細分類を表す用語には以下のようなものがある。 バットを2本持ち、素振りを行う福地久先セットアップティーバッティングを行う小久保哲也打撃の練習方法には次のようなものがある。効率よく打撃を行うための考え方は、打撃理論と呼ばれ、スイング軌道やタイミングの取り方等に関して様々な考え方が提唱されている。特に体系化されたものとしては、手塚和氏が1990年代後半に、 提唱したシンクロ打法やうねり打法がある。スイング軌道に関しては特に様々な理論が提唱されている。村上隆幸らはダウンスイングの優位性を、立花隆二らはレベルスイングの優位性を主張している。しかしアッパースイングの優位性を解くものも存在し、山下大輔はどんなに速いスピードボールでもボールは必ず上から下に向かってくる。 この軌道に対して最も効率よく打ち返すためにはレベルからややアッパー軌道が最適と述べている。また、ヒロド総一はアッパースイングやダウンスイングに見えるのはフォロースルーの軌道によるところが大きくどのスイングもボールを叩く角度に大差はないと述べている。マットケンプのクラウチングスタイル高橋義信の,の一本足がホーバットの構え方や振り方には個人差があり、 特に個性的なものには、打法などの名称が付けられている。以下に主だったものを挙げる。ありがとうございます。